オンライン公開シンポジウム、NPO 等による文化財建造物管理活用事業とその成果を再開いたします。第2部では、手引きの管理活用事例とその意義と題してパネルディスカッションを実施いたします。それでは司会の後藤治様、よろしくお願いいたします。はい、ただいま紹介いただきました司会の工学院大学の後藤と申します。この、パネルディスカッションでは司会を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。このパネルディスカッション、NPO 等による文化財建造物管理利用事業、15年間やられてきたわけですが、この大きな成果の一つとして、地域の宝を未来へつなぐ NPO 等による文化財建造物管理活用の手引きという本が、事例集とともに、出されました。これについては先ほど趣旨説明のところで文化庁の後藤主任調査官よりもからも、紹介があったところでありますが、このディスカッションでは、この、手引きに載っている、事例のうち、4つを取り上げて、その意義について、話し合おうということが、趣旨であります。で、ディスカッションといってもディスカッションしている時間は取れませんので、その事例についてですね、どうしても本になってしまうと、この事例というのはなんとなくただ見て、こういう事例があるのかというふうになってしまいがちですので、今回は、パネラーとして登壇いただく、皆さんは、この、NPO 等による文化財建造物管理活用事業の、委員を務められた、委員の方々に、登壇いただいて、この事例が、まあ、どのような点で注目できるのかとか、どこに意義があるのかといった、まあ、いろんな、そういった、肝になるところを、指摘していただくということを考えています。で、その一方、もちろんその事例そのものの紹介も、していただこうと思っています。まず、そういう意味で、パネラーになっておられる、各委員の、先生方を、紹介していこうと思いますが、まず最初に先ほど基調講演をいただいた東京大学名誉教授の渡辺貞夫委員です。専門は都市計画で、長年にわたり奈良の今井町をはじめ文化財をまちづくりに生かすという観点で取り組んで、来ていただいているということで、最後に、今日は、この15年にわたる事業の総括をいただきたいというふうに考えております。次に、小沢秀明委員です。小沢委員は不動産法環境法を専門としてご活躍いただいている弁護士でありまして、本日は主に法制度の面から NPO 活動と文化財建造物との関係について、ご発言をいただければというふうに考えておるところです。続きまして、木下敏子委員であります。木下委員は一般社団法人住宅遺産トラストの理事でありまして、歴史的な住宅を継承するための、トラストの運営に加えて経営者としての知見もお持ちなので、こうした管理活用事業に関わる仕組みづくりの観点から、ご発言をいただければと思っているところであります。続きまして高橋健一委員であります。高橋院は NPO 法人小野川と佐原の町並みを考える会の前理事長でありまして、香取市佐原は重要伝統的建造物群保存地区で日本遺産にも選定されております。町並み保存地区での NPO 活動について、ご経験を踏まえてご発言をいただければというふうに考えているところであります。次に寺田俊則委員です。寺田委員は株式会社フラットエージェンシーまちづくり推進室長で、以前京都市都市計画局で局長などを務められ、京都の景観政策や京町家の保存継承の仕組みづくり、担い手の育成に努めてこられた経験をお持ちで、そうした経験をもとにアドバイスを助言をいただければと思っているところであります。以上が主なパネラーで、残りお二方は各事例を紹介していただくということで、
1人目は、小松妙子さんです。小松さんは株式会社マヌ都市建築研究所の副主任研究員で、今回この手引き賞の実質的に執筆いただいた方でありまして、執筆のための調査過程で得たこうコメントなどをご発言いただければというふうに考えているところです。そして最後に後藤正也文化庁主任文化財調査官であります。整備活用部門の主任文化財調査官でありまして、本日の趣旨説明と合わせてこのパネルディスカッションの進行を務めていただきます。ということで、早速ですが、事例の、1番目であります、手引き書の36ページと、事例集34ページから36ページに載っております認定 NPO 法人尾道空き家再生プロジェクトについて、最初に、後藤主任調査官と小松様より説明をいただいて、その後、委員よりコメントをいただければと思っております。よろしくお願いいたします。はい、それではまず最初に私の方から、活動拠点となっております文化財の紹介と NPO 等の来歴についてご紹介させていただきます。活動の拠点である広島県尾道市の対象地区は北側が山、南に瀬戸内海に面し、古くから海運の集積地として繁栄してきました。急斜面に路地が巡り、文化財建造物が立ち並ぶ坂の町であり、数多くの映画やアニメの舞台となったことでも有名です。しかしこの地域条件が地域再生の足かせともなってきました。この地区の古い町並みや景観保全を図りつつ、この空き家対策に取り組む認定 NPO 法人尾道空き家再生プロジェクトは2008年に NPO 法人の認証を受け、これまでに13棟の空き家となった文化財建造物の再生に取り組まれています。その組織は正会員参助会員が合わせて約140名、他に50名ほどのボランティア会員の皆さんが協力されており、会員の半数近くの方が何らかの形で空き家を再生した建物の活用に関わっておられるということでございます。私の方からこちらの手引き書事例集への掲載にあたって、団体の皆様の活動のどんなところに特に注目したかというところを中心にご説明させていただきたいと思います。とまずこちらの尾道空き家再生プロジェクトさんなんですが、手引き書と事例集の方では、例えば工事の一部をワークショップで行うですとか、ボランティアを積極的に迎え入れる、あとはクラウドファンディングなど応援してくれる人を増やしながら資金調達、費用削減に取り組まれたというようなことをさまざまな形で取り入れられてきたということに着目いたしました。また団体の Facebook の方に日々の活動の様子ですとか建物の良さが伝わるような写真をたくさん掲載されていましたので、手引き書の方にも使わせていただいたんですが、活動の内容ですとかどんな写真を使おうかなというふうに思って探しているときに見るたびに新しい記事がどんどん上げられていきましたので驚いておりました。でこんなふうにイベント情報ですとか日々の様子などを高い頻度で発信されているということもこちらのファンを増やすことにつながっているように思っておりました。はい、私からは以上になります。はい、ではこの寺田委員と木下委員からそれぞれコメントをいただければと思います。寺田委員、よろしくお願いいたします。はい、京都からオンラインで参加しております寺田と申します。よろしくお願いします。この NPO 法人の尾道空き家再生プロジェクトですけれども、私も個人的にはよく存じ上げているんですが、非常にこう組織体制だとか運営がうまくいっている高例ではないかなというふうに思っております。再生した空き家で活動する人が会員の半分を占めたり、あるいはその大学とのネットワークだとか地元不動産事業者、建設事業者との連携体制、行政との連携、あるいは全国の民募集をかける再生セミナーに参加する人によって人材育成を行うだとか、自ら資金調達しながら空き家活用を行うという事業収益を得ながらやるという
非常にまあ成熟した自律的な NPO 団体ではないかというふうに考えています。でこれは最初からできたんではなくてですね、先ほどもあの事務局の方からもご紹介ありましたけど、尾道はこう非常に風光明媚の歴史的な街ですけども、一方では影の部分として坂、非常に細い道の坂に面している建物が多くてですね、再生、まあ負荷、再建築負荷という、これが空き家になっているという、これを何とかしようという一人の女性の活動から物語が始まるわけです。その女性が今のリーダーの豊田さんという方なんですけども、重機が入らないわけですから、全部作業は人力です。で空き家の中の物を整理をすると、そこでまあ大学生のボランティアを募って、その方々と一緒に、まあ、あの空き家の、荷物整理を始めるというところからこの物語が始まって、それから徐々にこう、まあ、ネットワークが広がっていきます。大学と連携して調査をやります。人材育成の体制を作ります。手掛ける空き家が増えていきます。でそこで、まあ、自ら資金調達をしながら、その再生事業をやる、その借入金返済のために事業展開をするということで、地元の不動産業者とか建設事業者とのネットワークができてくる。さらには尾道市の委託を受けて空き家バンクの事業を手掛けるというふうに、あの一つの女性、一人の女性の熱意、思いがどんどんこう広がっていって、かなりあの具体的で活動的な、まあ、NPO 団体、自律的な NPO 団体になったということです。その転機の一つ一つをきちんとトレースをしていくということは、他の NPO 団体にとっても非常に大事な、あるいは参考になるんだろうというふうに思いますけれども、この事例集だけでは多分あのそこのところの機微が伝わりにくいと思いますので、ぜひ尾道に行かれて、コロナが収まってからですかね、豊田さんにお話を聞いていただければのではないかなというふうに思っております。私からは以上でございます。はい、ありがとうございました。それでは続きまして木下委員お願いいたします。はい、私も実際にあの尾道に、視察で伺わせていただきまして、まあ、空き家になった歴史的な建造物の管理活用をですね、民間の NPO 等がですね、自律的に、実現する上で非常にまあ参考になる、素晴らしい事例であるというふうに思いました。地域の特殊性ということもございますので、必ずしも他の地域に当てはまることばかりではないと思うんですが、共通して重要だなと思うポイントがいくつか見受けられました。で先ほどあの皆様から もうすでにご紹介があったところですので、簡単に申し上げますと、一つはやっぱり人ですね。あの寺田さんもおっしゃったように、やはり人というのがこうした活動では一番重要になってきますけれども、このケースではですね、豊田さんという一人の女性が、自分事としてですね、地域の歴史的な建造物を守りたいと強く思い、それを、実際に自分が買うというところから行動を起こされて、でかつやはりあの多くのパートナーですとか仲間を巻き込んでいく、そのリーダーの人柄というか、それが一つの成功の非常に重要な要因かなと思いました。でもう一つがあの連携ネットワークですけれども、 NPO だけではなくて、さまざまな株式会社といった他の民間の組織ですとか、大学行政との連携、非常に全てがこうウィンウィンの関係が築かれているなというところで、これも一つあの地域として、成功する要因になっているのではないかと思います。でもう一つがやはり組織と事業運営ですけれども、あの私が見させていただいた中でもメンバーの年齢が非常に若いというのが特徴としてあると思うんですね。でその結果、非常にその情報発信力ですとか、同じく若い世代の移住ですとかボランティアを引き寄せていると。でさらにその経済的な部分ですけれども、補助金ですとかその助成金とか寄付に頼るのではなくて、きちっとその借り入れをしてそれを完済して黒字化していると、そういうところでもあの、その後、現在ではですね、さまざまな、クラウドファンディングですとか、補助金助成金も含めてさまざまなお金の集め方ですね、資金の集め方を駆使しているというところも非常に参考になると思います。で結果として、空き家を活用
の空き家の活用を事業化することで、若者の仕事を作り移住につなげ、観光客の増加にもつながって、結果として地域の商店街なども活性化するという、まあ、好循環につながっているのかなと思いました。で、引き続きですね、さらなるその経済的な自立の実現と、まあ、あの様々苦労されていることも実はたくさんあると思いますので、まあ、そうした課題の洗い出し、でそして、そうしたことを他の同じような NPO 等とですね、情報交換、ネットワークをしながら、様々な提案、政策提案、提言などにつなげていっていただきたいというふうに思いました。以上です。はい、ありがとうございました。それでは続きまして事例の2番目ということで、手引き書の42ページからに掲載されてあります以前浜宿の事例について、お願いいたします。こちらについては小沢委員と高橋委員にコメントをお願いしたいと思います。お願い、それでは、後藤主任調査官お願いいたします。活動と拠点となっています、佐賀県鹿島市浜の大正地区は2つの重要伝統的建造物群保存地区を文化財の核とするところです。それぞれの伝建地区は成り立ちやその内容が異なり、浜中町八根木宿地区は酒造業等を主体とした醸造町、イグラ造りと呼ばれる大型民家や酒蔵をはじめ、さまざまな質の高い建築が豊かな町並みを構成し、変化ある独特の風情を醸し出しています。もう一つの浜正津町、浜金谷町は港町で、早吹きの小型民家が古い地割りに立ち並んでいるような地区です。この地区全体の活性化に向けた取り組みを行う NPO 法人、肥前浜宿水と町並みの会は、伝統的建造物群の保存対策調査が行われた1997年に、町並み保存研究会として発足したものを母体に、2001年に、以前浜宿水と町並みの会に組織を変え、2005年に NPO 法人となられました。その翌年、二地区同時の重点建築選定にあたっても、地域に密着したこの団体の活動は大きな力になったと聞いています。続いて小松さんお願いします。手引き書の方では、NPO 法人と株式会社が連携した事業であるゲストハウスの運営に特に着目して紹介いたしました。非常に事業の内容、体制ともに参考になる取り組みだと思うんですけれども、こちらも一朝一夕で成功されたというわけではなく、昨年度の、文化庁事業でのヒアリングの成果も拝見しながら、手引き書を作成していたんですが、過去には持続的な収益事業を行うための計画作りということで非常に苦労された経験があるというお話も出ていました。こんなふうに試行錯誤を重ねて続けてこられて現在に至っているという点も、文化財建造物の管理活用に取り組まれる皆様にとって非常に参考になるのではないかなと思っております。私からは以上になります。はい、ありがとうございました。それでは小沢委員コメントをお願いいたします。はい、今ご紹介もありましたけれども、この地区はですね、伝建地区で素晴らしい町並みだということは何人かの方から私伺ったことあるんですけど、実は私自身現地に行っていないので十分なコメントができないとも思いますけれども、一応この先ほど報告もありましたし、こういう手引き書を見て思ったことを申し上げますと、一つはやはりその地域全体の活性化とかですね、それに向けた取り組み、イベントの企画っていうのを NPO 法人がやって、あとゲストハウスの運営、これをその株式会社を作ってですね、まちづくり公社というふうに呼ばれてますけれども、ここにやらせるという、まあ、要するに役割をちょっと分担させてるというところは意味があるといいますか、ヒントになるかと思います。でもやはり株式会社というのは本来収益を上げるということを目的にしてますので、かなりそのドライにいろいろ考えていかないといけないし、赤字になると本来その存在意義がないというふうな、そういう存在ですので、かなり厳しい経営判断というのもこう求められるということだと思います。でホテルの事業といいますか、ゲストハウスの事業を成功させるためには、そういう厳しいですね、経営判断というのが必要になってくると思いますので、そこをその分離した形で、運営させるというのは十分意味があると思います。で多分これ2018年にできて、去年はやはり
どんな宿泊施設でも全部全滅ですので、去年の成果は議論にならないと思いますけれども、2018年2019年というふうにすでに2年経過していると思いますから、そこにおいて成功しているのかどうかですね、うまくいってなければうまくいってないところを見直すということはやはり必要かなというふうに思います。まあ、いずれにしましても今コロナ禍で宿泊事業がうまくいくわけもないので、ここはちょっと修復の期間かと思いますけれども、また立ち直った時のためにですね、いろんなまあ、今はそのお金をかけてやるべきことはおそらくないと思いますけれども、この貴重なですね、この地区の資源をどう活用できるかということを念頭に置いて準備されるということが必要かなというふうに思います。以上です。はい、ありがとうございます。それでは続きまして高橋委員お願いいたします。はい、歴史的建造物や町並みの保存修理は現在その行政の支援を受けながら所有者またはその NPO 法等のそういう組織が行っていますが、その自立へ向けた利活用とかそれとかその長期大規模な建造物の保存修理となると、経済的な面からなかなかその NPO 等の努力だけとかそういうのでは立ち行かない、そういう状態になっています。で、建造物の保存修理にはその経済的な面を考慮しないと安定的な保存対策にはつながりません。今回、NPO 法人と株式会社を連携した取り組み体制づくりは今後の参考になる、そういうような今後の方向性を示唆しているものではないかと、そういうふうに考えております。関連してですが、今回宿泊事業としてゲストハウスを2棟2軒その経営を行っているわけですけども、後者の安定的なその経営を考えるとちょっと少ないのかなと、少なくともこの 4,5 倍の件数がないと安定的な経営にはつながっていかないのかなと、そういうふうに思います。で、その際、広域に目を広げてみると意外と地域には歴史的な建造物とか、それから良質の、農家建築がたくさんあります。これらをインパクトで活用するその中間支援機構が生まれれば、新たなその地域資源につながって、新たな NPO の展開もできてくるのかなって、そういうことによってその地域の魅力度を増すということが大切なことになるのではないかなと、そういうふうに思います。その民泊について、当 NPO が現在その AI による宿泊予約とスタッフの管理システムを今作っております。で、今2棟でだけですのでまだ十分な数ではありませんが、これが増えて、くれば、どういうようなことが出てくるのか、例えば宿泊施設、それからスタッフの、そういうようなことが AI によって合理的に、配置できるようになれば、これはその全国の他地区の参考になるものと思いますので、ぜひ実用可能なシステム作りができますように、見守りたいと、そういうふうに思っております。以上です。はい、ありがとうございました。それでは続いて事例の3番目ということで、手引書の54ページから、そして事例集の18ページと20ページに載っております平川の事例について、後藤主任調査官よりまた紹介をいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、活動の拠点である高知県室戸市平川町の対象地区は重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。この町並みは江戸時代に高知から室戸に向かう浜街道沿いに形成されたもので、木炭の集散地として繁栄した在郷町です。壁面を土佐漆喰仕上げとした水切り瓦を持つ町屋や土蔵が立ち並び、地域性豊かな歴史的風致を形成しています。この地区の町並み拠点施設を指定管理者として管理運用されている NPO 法人平川町町並み保存会は、伝統的建造物群の保存対策調査が行われた1994年に
町並み保存会として設立されたものを母体に2013年に NPO 法人になられました。その間、町並みを生かした各種イベントをほぼ毎月開催し、 NPO 団体となられた後は室戸市から指定管理者の指定を受けて地域活性化に取り組まれています。また高知東海岸町並みネットワーク会議の設立にも関与され、広域的な活動にも取り組まれていると聞いています。事例集を作成するにあたって着目しましたのは、一つは今もお話にありました指定管理者制度による資金調達をしながらの管理活用をされているという点です。とまた加えてもう一つ、地域の力を生かしながら拠点施設の管理運営ですとかイベントを実施されているという点にも着目しております。とこちらの今の2つ目の点なんですが、地域とともに運営して観光客だけでなくて住む人も楽しめる場を作っていくということで、さらに地元との協力体制が強まるという、あるいはその中から団体に参加する地域の人がまた増えてくるというような、より良い循環が生まれているというふうに思います。コメントをいくつかいただいて手引き書を作ったんですけれども、地元を出ていてもイベントのために帰省する人もたくさんいるんですよとか、あと拠点施設を作ったことでこう人が集まったり、また帰ってきてくれるようになったりした人もいましたというようなお話もその時に伺うことができました。私からは以上になります。はい、こちらについてのコメントは高橋委員と寺田委員にお願いいたします。それではまず高橋委員お願いいたします。高知東海岸町並みネットワークが毎年広域でもってイベントを開催しております。観光誘客と共同によるまちづくりに貢献している団体です。で、同様の動きは倉敷市を中心とする高橋川流域でも備中県民局の協力を受けながら開催されております。広域でのまとまりがあると県の応援とか動きが非常に引き出しやすくなるということがあります。高橋川流域は倉敷市を中心とする地方中枢拠点都市圏構想を結んでいます。こういうふうに各地で県のこういうような協力が引き出せるということだと思います。拠点施設の指定管理者となっております。自分たちの手で経営する姿勢は評価できます。 NPO 法人が会費や寄付金のみで活動を続けていくことは非常に難しいし、制約されてしまいます。活動が指定管理者による共通する経費をこの指定管理によって賄うことができますので、有効な手段と考えます。一方、指定管理者制度は行政側にとっても経費の削減や町づくりに有効なことから、両者はウィンウィンの関係にあると言えます。資金的に余裕があると活動の幅が広がってくるものと思います。全国の町並み保存は保存等を精力的に行った第一世代は高齢化や引退の時期を迎えております。継承することが課題となってきました。また地方においては過疎化等の社会的要因も加わり、大きな時代の節目を迎えております。平川は重点建築です。地区指定は行政が行いますが、肝心の町並みを構成している土地や建物は個人の所有物です。両者が常に同じ方向を向いて価値を共有する体制づくりが非常に重要なことになってきます。本 NPO に、大半の住民190人が加入しているので、地域の意識向上とか担い手作りにつながっていると思います。以上です。はい、ありがとうございます。続いて寺田委員お願いいたします。寺田委員お願いいたします。すみません、聞こえますでしょうか。はい、大丈夫です。失礼しました。これは指定管理者制度を使って、建物を維持管理していくということを、その制度を使っているわけなんですけども、
建物の維持管理にとどまらず地域のまちづくりに大きく貢献しているというところ評価されるなと。で、まあ、これ税金を使うということになりますけども、税金を使った効果がしっかり住民の目に見えているということはどうしても必要になりますので、その意味でもこれは良い事例ではないかなと。で、2つの拠点を、まあ、受けておられるわけですけども、一つはその平川の歴史だとか文化とか歴史的建造物をこう紹介する、そういう施設としての役割ですね、教育的な機能も。もう一つはカフェだとか休憩所として地域住民の居場所としてこう活用していって、地域の両方でこう地域のまちづくりに貢献しているということになります。で、このことによって施設だけではなくて、そこにいろんな観光客が来ていただいたりとか、あるいはその地域の大人だけではなくて、その子どもたちも巻き込んでこの町の良さとか大切さを教えているということで、まあ、この地政管理を受けている建物とかだけではなく、地域全体の資源を使って、まあ、町づくりをしているというところが非常に評価されて、そういう取り組みが評価されればいればこそですけれども、電気地区に指定されて以降、100件を超える建物が修理修繕されるという、まあ、実つながっているということで、まあ、まさに住民の暮らしの文化としてこの建造物が維持管理されていると、そういうものに向けた指定管理を受けての活動ということが非常に、まあ、好感を持てるなというふうに思っております。私からは以上です。はい、ありがとうございました。それでは、4番目最後の事例ということになります。手引き書60ページから、そして事例集16ページの、旧五十嵐邸の、について、こちらは木下委員と小沢委員にコメントいただきますが、これ五十嵐邸について、後藤主任調査官紹介をお願いいたします。はい、活動の拠点となっている静岡県静岡市清水区神原の対象地区は、登録有形文化財旧五十嵐歯科医院を文化財の核とするところです。この建物は大正3年頃に建てられ、昭和16年に増築された医院併用住宅となります。町屋建築の特徴を残しながら外観を洋風とし、歯科医院としての診察室等もよく残り、2000年に登録有形文化財に登録されました。その周辺にも近代建築が立ち並び、歴史ある町並みを形成しています。この建物を核として地域文化の振興を図るイベントや次世代の担い手育成に取り組んでおられる NPO 法人旧五十嵐邸を考える会は、1999年に旧神原町まちづくり講座のメンバー15名で結成した任意団体旧五十嵐邸を考える会を母体とし、2006年に NPO 法人になられました。また旧神原町内にある他の4件の登録有形文化財建造物の管理活用団体とともに、まちづくりについての情報交換も行われていると聞いています。続いて小松さんお願いします。はい、掲載にあたっては、特に地域の子どもたちを対象としたワークショップなどを開催して、楽しみながら次世代の活動の担い手を育てているという点に着目して紹介いたしました。まず事例集に掲載しています神原宿子ども案内人養成講座もその一つですし、ずっと前の修復工事の際にも土壁塗り体験ですとかペンキ塗り体験といったものを実施されています。こちら内容としても、建物や地域のことはもちろん、団体の皆さんで日頃取り組まれている管理活用の活動内容についても伝えるような内容になっています。もちろん子どもたちに加えて一緒に参加する親世代ですとか、あと地域の大人も楽しめるような内容になっています。少しだけやられているというようなことではなくて、団体の活動の初期から現在に至るまでずっとこうしたワークショップを継続されていて、その積み重ねをされているという点も着目して紹介いたしました。私からは以上になります。はい、それでは木下委員コメントをお願いいたします。はい、こうしたですね、比較的大きな洋館、まあ、特に住宅と医院がこう併設されたというような建物というのは、特に都市部ではですね、非常に残すのが難しい
ものなんですけれども、この五十嵐邸につき、旧五十嵐邸につきましては、ちょっと私も実際伺ったことがないので、少し的を外してしまうかもしれませんけれども、やはり自治体が土地を買い取り、所有者が建物を寄付したと。でそして地元の NPO が管理活用の運営を行っているという、非常にその地域の歴史的な建造物をですね、行政とコミュニティが守っていくという意味で非常に参考になる例ではないかと思います。そしてその歴史的な建造物の活用を通して、さまざまな先ほどご紹介があったようなイベントですね、で特にその地域文化の復興ですとか、まちづくりにの推進に寄与していると、そういうことで、歴史的な建造物を通して、まちづくりを行っていくという上でも参考になる事例であると思います。でそれから旧神原町、それから静岡県内の、その他のですね、登録有形文化財を活用する団体同士のネットワークも、作られているということで、歴史的な建造物の管理活用を担う団体同士の情報交換の場となっているというふうに伺っております。こうしたネットワークをですね、全国的な登録有形文化財の管理活用団体、あるいは所有者の会などとネットワークを広げていただいていくことが今後非常に重要ではないかなと思います。この事例の場合はですね、やはりそのこの五十嵐邸の歴史的な価値といいますか重要性をですね、把握して、その土地を購入した旧神原町のイニシアティブというものが非常に、注目に値するというふうに思いますし、今後、NPO が、長期にわたって、継続的、自律的に運営ができるかどうかというところには注目をしたいというふうに思います。以上です。はい、ありがとうございます。それでは小沢委員お願いいたします。私もちょっと現地に行っていないので窓外れなコメントかもしれませんけれども、このホームページを見るとですね、かなり、皆さん楽しそうにやっておられるというのが伝わってきまして、ホームページ見るだけでもなんかこれうまくいってるんじゃないかなという印象を受けました。でどうしてうまくいってるかということなんですけど、先ほど木下委員の方からおっしゃったようにですね、やはり一つは公的主体の支援が適切なんじゃないかと、旧神原町の時代から、土地は神原町を購入して、で建物の寄贈を受けているということで、土地建物の所有権は神原町というところに帰属して、でそれにかかるコストっていうのはそれなりに神原町の方が対応できるというところがあって、一方ですね、その日常的な管理やメンテナンスは多くの人がですね、関わって楽しみながらやっていると。でもやはりこれは多分どなたかしっかりしたリーダーというかそれなりの方がですね、中心人物がいてずっと長いこと関与されているのでうまくいってるんじゃないかなと推測してますけれども、そういうところがうまくいってる要因かなと。あと物自体がですね、やはりホームページなんか見ると建物はかなり大きくて、立派というか皆さんが集まっていろいろと楽しむには適切な空間という感じがしますので、物自体というか素材自体の良さも、うまくいってる要因じゃないかなというふうに思いました。であと、これは単なる想像かもしれませんけど、日本全国結構その医院とか歯科医院の建物洋風建築がありまして、でそこがその西洋の文化を結構取り入れてるか輸入しているような規定になっているところが結構あるので、ここがもしそういう意味でも役割を持っているのであれば、そういうところのつながり等もですね、分かれば楽しそうだなというふうに思ったのと、あとこう建物は一見やはりその委員の建物を感じさせてる、させる建物かなと思いまして、これは建築の方がいろいろと研究されるには興味深いものじゃないかなと。これちょっと保存活用と違うかもしれませんけれども、建築士の立場からご覧になっても面白いかなというふうに思いました。以上です。はい、ありがとうございました。以上で、事例紹介を終わります。
最後に渡辺委員長より総括のご発言をいただければと思います。よろしくお願いいたします。私の立場で総括というのはちょっとおこがましいので、印象的なことだけ簡単に申し上げたいと思います。NPO 等の各団体がいろいろな文化財の保存を目指して活動されて、その活動がですね、なんて言うんでしょうか、極めて日常的な生活というような姿にだんだんなってるっていうのは非常に大きな印象でした。でそういったものだと、それじゃあ建物の維持管理等々修繕もありますからお金もかかる、そういったようなもののサポートをどうするか、それからそれを運用、建物を運用していくためにはある種のこう専門的な方々も必要だ、そういったようなところでもですね、地域のに根ざした、方々がですね、非常にこうなんていうんですかね、気軽っていうとあれですけれども、コミットしてくださる、でそういうものをですねこう掘り下げて、活動にこうつなげていく役割っていうのは、これから市町村の方に、文化財行政の担う市町村にぜひ そうしたバックアップっていいますかね、活動しているものを支えていくような仕組みをぜひ作っていただければなというように思いました。以上です。はい、ありがとうございました。これにて、本日のパネルディスカッションを終了したいと思いますが、この、新しく出された、手引きと事例集をもとに、全国で、文化財を、地域の元気につなげる NPO 等の活動が盛んになることを、願っております。ありがとうございます。これにて事務局に、マイクをお返ししたいと思います。本日のプログラムはこれにてお開きとなります。最後にですね、主催者を代表しまして、後藤から一言ご挨拶を申し上げます。基調講演をいただきました渡辺先生、パネルディスカッションのコーディネーターを務めていただいた後藤先生、またパネラーの先生方、お忙しい中、またこのコロナが激しい中お集まりいただき、貴重なご意見を拝聴させていただきまして、どうもありがとうございました。またインターネットを通じてご視聴いただいた皆様もご参加いただきありがとうございました。会場の臨場感がお伝えできましたでしょうか。シンポジウムテキストといたしました手引き書は、文化庁のホームページからどなたもダウンロードすることができます。ぜひご活用いただきたいと思います。この公開シンポジウムをもって、15年間にわたり実施した NPO 等による文化財建造物の管理活用事業の集大成とさせていただきました。改めて各先生方にお礼を申し上げます。ありがとうございました。このシンポジウムの模様は後日文化庁公式 YouTube チャンネルにアップいたしますので、そちらもどうぞよろしくお願いいたします。ではこれにてシンポジウムを閉じさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。